なんかレジャーランドらしいよ。あー、レジャーランドか、ここは、うん、そっか、潰れちゃったんだね、レジャーラン。潰れたんだよ、もうコロナで。え、あ、そっか。あ、でも閉店したばっかりなんだって。でもジョイポリスはあるでしょ。本当だ、見て見て、まいちゃん、22年間ありがとうございましたって。メガ、本当テーマ、メガウェブっていうの、メガウェブっていうの、この子の遊園地。いや、ジョイポリスじゃないの。ジョイポリス、もうみんながコロナコロナ騒ぐからね、もう普通に生活しないと、こういうところがどんどん増えて、みんな遊ぶとこなくなるからね。普通に生活してよ、普通にお金使ってやってよ、うん、みんなね。もうコロナなんか気にしてても仕方ないんだから。で、お年寄りの方は、うん、ね、コロナかかったら大変だから、お年寄りの方は年金もらってるんだから、うん、もう引きこもってな、コロナ終わるまで。で、 YouTube とかラジオ体操とか見て運動してない、家の中で。以上です、ね、これだ、これ降りる。あ、こっから行くんだ。乗り物乗れる？ジェットコースターとか乗れるよ。あ、そうなんだ。俺全然行ける、行ける。今度じゃあ、あ、大阪じゃあ遊園地行く？あ、ユニバ？ユニバは配信できない。できないよね。配信できる遊園地じゃ行く？あるの？わかんないけど調べとく。絶対ないって。ないかな？絶対ないよ。人も映っちゃうしね。また祝電入るかな、今日みたいに。あるわけない。ないよ。あ、こっちからなんだね、観覧車。トイレ大丈夫？大丈夫だよ。こうやってね、大丈夫。こうやってリスナーさん、女の子とデートしてるときは トイレ気にしてあげないとダメだからね。トイレ。タバコは大丈夫？大丈夫、大丈夫。タバコ吸っていいよ。いや、大丈夫です。大丈夫。タバコ吸ってない人ってさ、うん、敏感じゃん、匂い。すぐわかるでしょ。うん。あ、気使ってくれてんの？大丈夫です。嘘でしょ、撮影ダメなの。何が？遊園地。遊園地はね、そんなんだってみんな写真撮ってるじゃん、どう違うのねえ、うん、そんなこと言ったら写真だって怒れよ、あの、なんていうの、あのエキストラの人でさ、ね、なんかさっきね、あの肉フェスで怒られたんだよ、店員さんにね。言われた。後ろの人が映ってるんで、それだったら、その理論だったら、写真とか撮ってる人全員に注意しろよ。いい加減にしとけよ、本当に。すごいよね。いい加減にしとけよ。二度と来ねえわ。なんかな、ね、美味しかったけど、うん、ね、並ぶ時間も長いし、うん、ね、並んでる間に、あの次の商品も並ばないといけないから、その間にどん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 商品冷めちゃうし、うん、ね、ドリンクだって並ばないといけないし、で、うん、ゴミ箱も並ばないといけない、ゴミ捨てるのでも並ばないといけない。金、二度と行かねえわ。金むしり取るだけむしって。いや、それは言い過ぎ、それは言い過ぎ。え、私が今の、それは言い過ぎだ。やめときな。ちょっともう違いが分かんないんだけど、うん、料金はまいちゃん高いのは仕方ないよ。そういうのも込みだから。いや、私そんな言った今。いや、むしり、金はなんかそういうぼったくりみたいな言い方はやめよう。え、言ったよね、さっき川部さん。いや、俺は言って、お金も高いしって。でもそれは、それはそういうのも込みの値段だから、まいちゃん。、うん、ちょ、何いい人ぶってんの今さら。あ、こっちこっち。あ、こっち、ありがとう。え、並んでるよ。うーわ、マスクしよっか。いくよ。並んでもらっていい？最後ちょっと思い出作りたい。うん、全然。ごめんね、うん。ちょっとマスクするわ。人多かったらね、マスクしないと。並んでるわ、やっぱゴールデンウィークだから。あれ、ちょっと待って。40分待ちかもしれない。なんでわかるの？いや、書いてあるから。本当だ。ありがとう、まえちゃん。ありがとう。これは許可だけもらおうか。並んでダメって言われても。そうだね。すいません。あの、今生放送の中で、はい、あの動画とか。あの、ダメ？許可得てないんでダメです。ダメですか？いや、だから今許可を得ようとしてるんですけど。どちらにですか？だから、あの、今生放送してて、自分たちしか映さないんで、ダメですか？ダメです。はい、わかりました。わかりました。ごめんなさいね。はい。ダメだったね。
だって観覧車2人で映って誰も映らなくない、うんうん、それだったらさ、これがさ、これがダメだったらさ、写真撮影してる人だって後ろ映るじゃん、それツイッターとか上げるじゃん、それも全員注意しろよって思うけどね、うん、意味が分かんないんだけど、何がダメなんだ。だからお客さんが映るからでしょ。で観覧車の中はもうダメって言われたもんね、うん、遊園地って厳しいんだねやっぱ、うん、二度と来ねえわこんなさ、あの、それ言い過ぎじゃない、言い過ぎかな、やめといた方がいい、うん、言い過ぎだよね、うん、写真と違うって、だってツイッターだって何も気にせず上げてる人いるじゃん、後ろの人映り込んで、ね、それとどう違うんだよ。ひどいわねえ、企画潰されたわ。あれなんか ないの、あのにカンテレとかはなんかないの。カンテレって何、あの関西テレビのあそこあったじゃん、でもフジテレビの、うん、あ、なんもないあそこ行っても、ないよ、おもろくないよ。なんもない。で、ゲーセンもダメじゃん。ゲーセンも配信ダメかな。ダメになったんだよね。UFO キャッチャー やったらすごい面白いよ。ゲーム配信が無理になったじゃん。あ、今、そうなの。そうだよ、4月からね。え、じゃあもう UFO キャッチャーダメなの、あれ。めっちゃ、UFO キャッチャーやったらめっちゃ盛り上がるじゃん、配信って。そうなの、え、どうなの、皆さん。あ、ありがとう。海浜公園。海浜公園。ありがとう。あ、ありがとうね。公園行く？あ、てか田中さん、もしかして後で、あの、富士、あの、お台場から迎えに来てくれたりするんですか？田中さんって知ってる？いや、よく聞くけど、あれ誰なの？田中さんって、はい、あの、しょっちゅう送迎してくれるんですよ。え、乗せてもらうじゃあ、田中さんに。田中さん、もしよかったら、あの、あ、いいの？あ、お願いします。あ、この点っていう人が田中さんなの？ん？どれ？これ、あ、そう。あ、田中さん、じゃあ送っててもらえます、よかったら。優しいんだ、田中さん。え、じゃあどうする、田中さん待つ、じゃあ。何時だって。で、なんか、アイス食べようよ、待ってる。あ、いいよ。あ、そっか、甘いの食べれないの。あ、でも、うん、シャーベットなら食べれる。シャーベット、なんかあったらいいのね、アイス。どこでじゃあ待ち合わせ、田中さん、どこで待ってたらいいですかね、今、あの。うん、今、歌舞伎だって。誰？歌舞伎。じゃあ、もうちょっと待ってもらう、結構30分で着くもんね。とりあえず公園で、公園行こうか。あ、じゃあ田中さん、海浜公園来てもらってもいいですか？申し訳ないです、うん、配信者の方。うん、でも違うんだ、あのしょっちゅういろんな配信者を、うん、あの送迎してる人。そうなんだ。そう、え、みーこちゃんと一緒なの？え、あ、今みーこちゃんと一緒にいるの？あ、そうなんだ。今みーこちゃん送ってたとこなんだ。マジで毎日だ、誰かを送ってんの。あ、そうなんだ待って、海浜公園。すいません、海浜公園っていつですか？青海から、あの東京テレポートで行く、これ、ま、この2階をずっと行くと出まして、さらに高速が通ってるんで、その高速をさらにまたブリッジがあるんで、それを越えると歩いていける距離ですかね。微妙、まあ時間があって、はい、気分が良ければ20分、はい、あ、じゃあ歩いていこう。25分かな、うん、了解、ありがとうございます。分かった場所、俺説明聞いてなかった。マップ開くわ。マップ、あ、ごめんね。とりあえずブリッジを渡って ご丁寧に、ありがとうございます。お仕事中ありがとうございます。え、ブリッジって何？あれを乗ってからってことかな。全然聞いてなかった、ごめん。ちょっとよく分かんなかった。あの、悪口やめて、うん、配信に協力してくれてる人の。そういうとこだよ、みんな。あのね、田中さんがいるおかげで配信絶対にプラスになってるじゃん、うん、でそういうこと言うと田中さんいなくなっちゃうんだよ、リスナーさん。そしたらリスナーさんね、叩いてる人も推し配信者いるでしょ。じゃ、自分のその推し配信者田中ちゃんにお世話になることできなくなるんだよ。結果的に自分がマイナスになるんだよ。もういい加減気づこうよって。誰々かれこれ叩いて気持ちいいのか知れないけど、ブロックするよ、本当。田中さん、気にしないでね。え、ちょっと待って、歩いて何分？
2時間で、え、2時間20分で言ってたけどさっきの嘘だ、うん、海浜公園だよね、海浜公園、あ、それか、な、何分、あ、7分、あ、10分、超近いじゃん、うん、近い、俺昨日新宿駅から西新宿駅まで歩いた距離。あ、そう。もう近いね。あ、待って、これ。あ、そう。今日まゆちゃん来てくれたよ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。英語の方。あれこれさ、お台場海浜公園駅でいいのかな？駅。いや、まゆちゃんリスナーやるよ。ちょっと待って。ありがとうね。ありがとう。海浜公園のじゃあ場所分かったまゆちゃん分かっつけな、これ2階上がって、うん、これ2階上がんないといいの、あ、上がっていいのかな、これ上がるのかな、いや、ちょっと待って、うん、いや、いいんだよ別に気にしなくて、いいよまゆちゃん、いいよ、今日聞いてくれて嬉しかったんだから、いやいや、うん、あれ30分で今ちょっと待って今、うん、海浜公園、じゃあもう行けそう、海浜公園渡って、あ、俺がじゃああれ検索するよ、うん、いや、でも、いや、いいよ、いいよ、本当に、いや、いいよ、まゆちゃん、いや、いいよ、今日リスアン取ろう、せっかくだし、で、5月の、今日4日、うん、4日だから、リスアン取りにくいじゃん、だから今つけてやろう、え、ぜ、もうちょっとやっていいんだよ、ありがとう、くまさん、楽しいよ、今日あのね、タクシー使えよって言ってるやつね、あのこういうのもデートのうちなんだよ、そうだね、あの楽しいだけがデートじゃないんだよ、うん、ね、今日さ、あのはっきり言って全然楽しくなかったよね、肉フェス、え、あれ、え、あまり美味しく、楽しかったよ、うん、でも、うん、結果1年2年後に、うん、こういう肉フェスさ、ちょっと店員さんにも最後怒られていい思い出じゃなかったけど、思い出としては残るじゃん、そう、思い出だね、ね、うん、だってみんなさ、ね、この今タクシーで行って海浜がすぐつけるよ、 でもその歩いてる、ね、道でいろんな話して、ね、その歩いてる 道が思い出となって記憶に残って、うん、ね、それが思い出に残るんだよ、だってみんなさ、まゆちゃん、あの遊園地連れてってもらったでしょ、ちっちゃい時、うん、あんま思い出に残ってないでしょ、残ってないね、でもね、まゆちゃん、なんかどっかなんかしんどかったとかさ、家族でどっか旅行行ってさ、なんかしんどかったとかさ、うん、あるじゃん、ある、そういうの思い出に残るでしょ、うん、例えばさ、俺ね、うん、一番あのお父さんとお母さんの思い出に残って、うん、ちょっと靴紐いい、あ、いいよ、あ、いける、も、持っててあげるよ、いや、大丈夫、俺ね、まゆちゃん、うん、お父さんとお母さんで一番思い出に残ってるのがね、うん、遊園地に連れてってもらったとかプレゼント買ってもらったとかじゃないからね、何、お父さんは、うん、あの小学校の時、うん、たこ揚げを一緒に作ったんだよ、うん、あの 三冠瓶みたいなで、うん、でお父さんと一緒にたこ揚げ作ったんだけど、その出来上がったとか全然うまく飛ばなかったんだよ、うん、で全然楽しくなくて、ね、他のお父さんが たこをね遠く飛ばしてるのを見てすごいすごいって喜んでたんだけど、それ全然楽しくなかったんだよ、自分で作ったタコ飛んでないんだから、でも今大人になって目を閉じてお父さんとの思い出振り返った時にそれが出てくるんだよ、一番先に言いたいこと分かる、伝わってる、でお母さんとの思い出はね、リスナーさん、お母さんとの思い出は運動会でね、二人三脚したんだよ、お母さんと一緒に、その時にめっちゃ早かったんだよ、俺とお母さん、ごぼう抜きして1位になったんだよ、まゆちゃん、でお母さんと思い出振り返った時にそれがやっぱ出てくるんだよ、だお金とかね、楽しいことだけが思い出に残るわけじゃないんだよ、だからこうやって、タバコ吸っていい、あ、いいよ、でこうやってね、今海浜公園疲れてる中歩いてるんだけど、タクシー使っていいよ、ね、あ、いや大丈夫ですよ、ちっちゃい子が、ま、真似してた、タクシー、いや俺がタクシー使っていいんだよって言ったら、ちっちゃい子がタクシー使っていいんだよって真似してただから今ね、しんどいよ、まゆちゃんと俺、正直、でもそういった中、
海浜公園ね2人で調べて行ってさ、そうだね、着いた時やっぱ嬉しいじゃん、うん、疲れてても、そうだね、それが1年後2年後思い出に残るんだよ。ありがとうクマさん。だからお子さんいる家庭ね、映画館連れて行ったり、ね、ゲームセンター連れて行ったりして面白いよ。で思い出には残らないんだよ、うん、だからキャンプとかさ、うん、釣りとかそういう思い出に残るお、あ、あの、あーね、ゴールデンウィーク連れてってあげな。ねえねえ、かやくさん、うん、いつかキャンプしたいです。なんでしよう、キャンプしよう、長トロ行って、ガチなやつ、長トロ行こうよ。長トロって何？あの昨日あの赤信号のとこ行ってきたとこ、あそこキャンプ、あの大自然すぎてキャンプ場とかいっぱいあるんだよ、うん、で外で寝るんだよ、うん、行こう、ガチなやつ、ガチなやつやろう。で前火起こせるんだ実は。あ、そうそうなんだ、うん、やろう、石で火をつけて、リアルガチキャンプってことね、ガチガチの、いや、やろう、サバイバル、うん、いや、やろう、うん、やったことある？だからもういや、ないないない、あ、ないんだ。でもやるんだったら、うん、そんなあの3倍目光るみたいな、うん、エセキャンプじゃなくて、うん、今まゆちゃんの言ったリアルガチキャンプやりたい。そうそうそう、やりたいんだ。だって3倍目光るとかあれキャンプさ行って何もキャンプらしいことしてないじゃん、ぐだぐだ酒飲んでさ、うん、食べ物もさあの普通に持って行って、いや、そ、あー、ハート花火、まんちゃんまた送っててください、申し訳ありません。ハート花火ありがとう。じゃあ長トロ行こうよ。長トロ行きたい、うん、関慎吾さんも誘って、誘ってやろう。よしえさんも来てくれるかな。よしえさんはね、あのもう足がめちゃくちゃ悪くなってたから だダメかな。いつか会いたいな、うん、え、じゃあ夏やろうよ、まず。あ、やろうよ。夏じゃあ行こう、ほんと。じゃあ夏、俺東京来るよ。ガチのやつやりたいから、うん、やろう。で、でも夏のキャンプって、ありがとう、ふわちくん、ちょっと危ないかもしれない。なんで？外で寝るんでしょ。うん、やばいよ、多分暑くて寝れないかもね、夏は。ダメなの？だ、うん、春とか秋とか狙った方がいいかも、うん、冬とか。夏はちょっとやばいかもね、本当のガチのやつは。ちなみにリスナーさん、2はあの冬場にキャンプするらしいよ。やっぱ夏とか春とか、夏はねキャンプ日和じゃん。で春とか秋は気候が穏やかだから、うん、やっぱ人が多いんだって、うん、だから本当のキャンパーっていうのは、うん、あの真冬に行くみたいよ。あ、そうだね、うん、人が少ないから、あの真冬の人が少なくて虫も少ないから。そうそうそう、うん、あとあの真冬のカップ麺とかさ、めっちゃ最高じゃん、美味、うん、しい。じゃあ冬にする？冬はあり。冬にしようか。夏は多分やめた方がいいと思う、うん、じゃあ冬俺長トロまた東京来るよ。あ、楽しみ。 やろうね、やろう、キャンプ。そう、虫多いだけだよ夏にキャンプ行ってるの。じゃあ、まゆちゃん、じゃあ300ナイスだけお願いします。まゆちゃんのリスワン枠やるんで、じゃあ、まゆちゃん枠やりな、うん、ありがとう。いや、300行ってから、行ってからでいいの、うん、かやくさん疲れたんでしょ。いや、疲れてないよ。顔が疲れてる。疲れてないよ。昨日は、まゆちゃん、昨日リスナーさんに、ヒルトンホテルの最上階撮ってもらったから。それやばくない？もうそれで疲れた。また今日もうヒルトン泊まんの？いや、それでまたリスナーさんが今日も撮ってあげるって言われたんだけど、さすがにそれはちょっと申し訳ないから断った。あ、そうなんだ。すごいね。うん。で、朝は、うん、あの、最上階の高い部屋だから、うん、朝食もいいところで、うん、エグゼクティブあのフロアっていうところで最上階で食べたから、うん、もう俺のツイート、ちょっとまいちゃん、俺のツイート見て、今あのエグゼクティブフロアで朝食食べた写真、かやくさん写真載せてるから、みんなこれちょっと待ってね、かやく、うん、見せます。はい、あれ、あ、これこれ、あの手袋しないと、うん、あ、画面出して、手袋しないと、これまず1枚目ね、手袋しないとバーベキュー、あのビュッフェの取れないんだよ、手袋しない。でこれ最上階、わかる、最上階で、これまゆちゃんサラダしか食べてないんだよ、まゆちゃん。あ、そうだね、確かに今日のまゆちゃんと大食い企画やるから。で、うん、これ最上階の景色、あ、違うわ、うん、やばくない、すごい、ヒルトンホテル。え、なんでホテル部屋と写真撮んなかったの、もったいな。あ、部屋も撮ったらよかったね。本当に一人で泊まったの？一人だよ。おお、うん、そんなことある？一人だよ。
絶対ね、止めてるよね。止まってないってやめてよ。止まってないよ。あ、300いったから、ありがとう、まゆちゃん。309いった、ありがとう。300ナイス、やったー。じゃあ、まゆちゃん、リスワンじゃあ取って、頑張って。はい。うん、取って。みんなありがとう、ナイスいっぱい押してくれて。ありがとうございます。え、いいの、こんだけで。いや、いいよ。いいよ。せっかくだからね、まゆちゃんにリスワン取る。ジープ買ってから、そうですね。何？あのジープって、あのすごい 4WD の車買うなんてすごい揺れるから、あ、止まるよ。いい？あ、いいよ。じゃあリスナーさん、まゆちゃんリスワン取れそうなんで、リツイートとか、ツイッターもしつぶやいてたらリツイートとかで踏んでくださいね。ありがとう。今日はでも俺も多分枠やらないと思うから、うん、あとはまあホテル取ってあれするだから。明日は何するの、かやくさん。いや、明日ちょっと謝罪だけさせてもらっていい？謝罪。あの、本当に申し訳ない。リスナーさん、最後ちょっと謝罪だけ。あの、明日まゆちゃん、あの大手配信者の、引退した大手配信者が復活、俺の枠に出演するっていう話してたんだけど、リスナーさん申し訳ない。明日、本当嘘じゃないんだよ、リスナーさん。明日、あ、歌舞伎町来てください。あ、ありがとうございます。歌舞伎町いますよ。で、リスナーさん申し訳ない。明日、大手配信者が引退した大手配信者が俺の枠に出るっていう企画やる予定だったんだけど、本当申し訳ない。あの、ドタキャンされました。ドタキャンっていうか、もう本当申し訳ない。本当申し訳ない。いや、でも本当嘘じゃないよ。本当嘘じゃないんだよ。その詳細はまた後日やる。嘘じゃないからね。本当申し訳ない。だから明日はちょっと企画なくなりました。誰、言おうかな。誰か気になる？気になる。フルフリで、フルフリの元彼女がちょっとフルフリと連絡取れるから、フルフリの元彼女の方と連絡取ってたんだけど、やっぱり枠が怖いって言ってちょっと断られました。本当に申し訳ないです。いや、誰って、あの FX 人気あって引退したフルフリだよ。え、知らない？フルフリ分かんない。あの FX 人気絶頂で引退した配信者で、それとちょっと接触できたんだよ。接触できたんだけど、ちょっとその子がちょっともう配信出るの怖いって言われて中止になりました。昨日の話です。本当にマジで申し訳ない。本当釣れじゃないからね。本当に釣れじゃないから、それだけ信じて。いや、アポ取る前ってだってフルフリと連絡取れるって言ってたから、本当申し訳ない。ただその女の子、その他の情報は言わないからね。フルフリの情報を聞いてたけど、それはもう晒しになっちゃうから、それはもう言わないんで申し訳ない。僕が言えることはここまでです。本当申し訳ありませんでした。まあ、まゆちゃんもごめんね。あ、全然。じゃあ、あとまゆちゃん枠でやるんで、ごめんなさい、本当に。すいません。かやくリスナーさん、ありがとう。じゃあ、まゆちゃん枠行ってね。ありがとうございます。ありがとう、終わります。